太一君を特別ゲストということでお迎えしまして、よろしくお願いします。お願いします。講習会でよくある、質問、リーチングの質問が結構出てくるんですね。でこれは、特に話されるのはポスチュラル講習、ポスチュラルレスピレーション講習なんですけど、やっぱりペルビスにも前筋にもつながる要素で、すごくすごく大事なコンセプトの一つかなと思っています。でそれをよくある質問としては、まあ、リーチング右と左どう違うんですかとか、そもそも肩甲骨と胸郭の関係性ってみたいなのがありますよね、はいはい、でまず T と S の話、よく僕らがするのが、胸郭をっていういい土台があるからこそ、その上に乗ってる肩甲骨、ね、肩甲骨がスライドして前で出たり後ろに引けるよねっていうお話をします。なので T と S の関係性、そして、S と T の関係性、うん、T が S の上で動く時もあるし、 S が T の上で動く時もあるよねってことで、なのでリーチといっても一言に手を伸ばすだけじゃないと。そうですね、手が例えば床についた状態で、背中が動くっていうのも肩甲骨に対して胸郭が動いてくるので、こういう動きですね。 S に対して T が動いてくる。ちなみに S は肩甲骨ですね、で T が胸郭の話ですね。なんで、その中でも、よくある、そして、まあ、テキストに載ってない部分でだからちょっと追加で質問をいただくのかなとも思うんですけど、リーチングの話をちょっと太一君の方からしてもらいたいなというふうに思っております。よく僕らが言う最初のリーチとは何ですか？その最初のリーチ、その3つのリーチの話をよく、講習会ではするかなというふうに思います。はい、でリーチを使って、まあ、我々がやりたいことって結局その PRI の文脈で言うと、右にも乗れる、適切に乗れるし、うん、左にも適切に乗れるし、はい、その中でじゃあ右に適切に乗った状態で右にも回旋したいですよね、左にも回旋したいですよね、右に乗りながらね、乗りながら、うん、で左にしっかり適切に乗った状態でも右に回旋したいし左にも回旋したいよね、でそれが自由自在にできるとすごくそれをマネジメントできるといいですよねっていう文脈で、リーチの話もするかなというふうに思います。で、はい、それを適切にマネジメントしていくための条件として、まず PRI では左っていうものをしっかりシステムとして確立していきましょうっていう中で、はい、右のリーチ、最初のリーチとかってよく言われたりしますけども、右をしっかりリーチングすることで左の GOA を作るっていう意味合いで最初のファーストリーチとして右手を使っていきたいですねみたいな話をするかなというふうによく思います。ね、ちょっとケンジさんにも折り込むようなリーチですね。折り込むようなリーチ、これが最初のリーチって言われるようなやつですね。よいしょーと。でパターンにはまってるとあるのは、まず右に定位しちゃってる状態ですよね。右に定位しちゃってる状態なので、しっかりとやりたいことは左の GOA を入れるためには左にしっかり定位するってことが重要なので、それを使うために、あ、それを作るために右手をしっかり使って右に前に伸ばしてあげて、左の方に伸ばしてあげて、左の前に伸ばしてあげて左に定位させた状態で左の GOA を作りに行くっていうようなリーチですね。はい、でパターンにはまってる時っていうのは右手も左手も正直あんまり使えない状態ですよね。使えない状態なんですけど、しっかり右手っていう重さ、それをモーメントとして使って左の前に伸ばすことで左側に持ってきて、左の肋骨と骨盤体が近い状態で IOTA が入りやすい状態ですね。それを作ってあげるために右手をリーチングしてくる、これがファーストリーチって言われるやつですね。右手のリーチ、使えるものは使っちゃえみたいなやつですね。たまにステリーチなんて言われますね。言われますよね、ステリーチとか、あとはフェイクリーチ、フェイクリーチ、フェイクリーチみたいなの言ったりしますけど、1回目の右手のリーチ、1回目の右手のリーチで、これはすごく使えるリーチかなっていうふうに思います。はい、もちろん最終的に使っていきたいのは右手も左手もフリーで操作をするために使っていきたいんですけど、この IOTA を使って GOA を作るために右手のリーチをしていくっていうのがファーストリーチですね。その後が、その後がそれがある状態でのセカンドリーチ、左手です。左手のリーチをしっかり使っていけるといいですよねみたいな話をします。で左手を前にリーチングするということは、それに伴って胸郭は後方に下がってます。今からケンジさん言ってます。左手を、右手が最初のリーチでありました。で IOTA 使って、GOA が確立できました。その後に左手リーチしてきますなってくると、このリーチに伴って胸郭は後ろに後方に移動してきます。つまりリトラクションしてくる状態なので、より肋骨が内旋してきて、さらに GOA を作っていくってことができますよね。
でもこれってよくありがちなのがこういうのがありますよね。左手のリーチに伴って胸郭が前、要は肋骨パッカーンと開いてくる状態ですね。ついてきちゃうみたいな。なんで最初のファーストリーチよりもちょっと難しくなってきますよね。そうなんです。うまい具合胸郭肩甲骨がそれぞれ、胸郭は後ろに肩甲骨は前にってことができるようにならないといけないですね。これはね、そうです。あのペルビスの講習でさゆりさんがよくテーマとして講習全体として連動性のある分離っていう風に言ったりはするんです。骨盤体と胸郭と頸部のところで言ったりするんですけども、これは逆に言うと胸郭と肩甲骨、いや腕に対しての連動性のある分離ができますかっていうことかなっていうふうには僕は理解してます。そうですね。左手リーチングするっていうことはそれに伴ってもしうまい連動ができてなかったら前にこれが一緒にバイアスとして肋骨外旋する方向に力引っ張られてきますからしっかりと IoT があって肋骨が内旋した状態で上肢分離できますかっていうことをここのセカンドリーチはフォーカスできるのかなっていうふうに思ってます。そうですね。IoTA 使って ZOA をこう維持しながら左手を前に伸ばしていく、そんなようなことを2個目のリーチをやるテクニックエクササイズでは求められてきますね。そうです。なんで2個目のエクササイズをじゃあ、2個目のエクササイズすみません2個目のリーチをじゃあ歩行の文脈で考えるとパターンにはまってる人っていうのは右足に乗って今度左足に乗っていきますって言ったらこの左手のリーチに伴って肋骨が外旋してすぐ右に行っちゃうんですね。なんで適切に胸郭のマネジメントができて左のリーチするっていうことは左にディレイさせる、より左側に乗せるっていうことを学習することもできるのかなっていうふうに思うので、そういった文脈でもセカンドリーチ、要は左のリーチがうまく使えるといいことはたくさんあるかなっていうふうに。そうですね。さっき冒頭に太一くんが言ってた左に乗りながらも右に回旋したいよね、これのことですよね。レフト AFIR からのライトトランクローテーションみたいな、それができるといいかな。それが2つ目のリーチで、3つ目、真の右リーチとか真の右リーチとかって言われたりしますけども、レフト AFIR 入って左に停止した状態でじゃあ左のリーチしました、これセカンドリーチです。そこから右のリーチですね、右手のリーチ、第3のリーチって言われたりしますけども、さっきの文脈でいくとパターンにはまってると右手のリーチに伴って胸郭はそれに伴って左回旋しようとしちゃうんですね。それしちゃうとすぐ右に乗っちゃうってことですよね。パターンにまた戻っちゃうってことなので、しっかりと IoT がある状態キープして右のトランクローテーションできてます、それ維持したまま右手が伸びてきてもそれを制御できますかっていうのを見ていきたいって話ですよね。なので胸郭に対してこの場合は肩甲骨が前にスライドしてくるっていうようなリーチになってくるので、それができますかっていうところがすごい重要かなっていうふうに思います。右の前鋸筋、右のセルタスを使うようなテクニックになってますね。でちゃんとできると、つまり右スタンス取っても IoT を制御できますかって、これ第3のリーチなんで制御できてたっていうところにもつながってくるのかなっていうふうに思うので、うん、右と左のリーチをうまく使えるっていうのはすごい重要なことです。そうですね。レフト足ライト BC パターンの人だと結局、ずっと右にいたでってことは、左足が前に出てる、右手が前に出てる、そんなようなことを、うん、まあホームとして考えているなんてことを話したりしますけど、うん、だからといって右手を前に振るっていうのが、まあ、適切にできているかって言ったらそうじゃないって考えたら、じゃあ適切な右手のスイングっていうのも、違うポジションから違う位置からの右手のスイングっていうのも教えていきましょうねっていう感じですね。僕もこのリーチ深いけどなかなか理解できなかったなっていうふうに思ってます。でこのリーチに興味が出てきたのが特にあの、スーペリア T4 ポッシャーでスーペリア T4 の話をするときに、うん、スーペリア T4 この、右側の1番から4番までの方が上がっちゃう、外旋しちゃうっていうスーペリア T4 ですね。それをやったときに、まあ、スーペリア T4 に対してはサブクレビウスのバイオセウスのリストレーティブテクニックやりましょうみたいな感じになると思うんですけど、その横にテクニックの横に、そのテクニックを保管するノンマニュアルエクササイズみたいなのが載ってたりするんですけど、そこを保管するエクササイズ全部右手のリーチ使うことが多いんですよ。でやりたいことは右手のリーチ使って左の前鋸筋だとか左の僧帽筋下部入れましょうみたいなエクササイズが載せてあることが結構多かったりするんですけど、なんで右手のリーチとかっていう風なところから、うん、もっとリーチ考えないとこれ上司に問題ある人とか、まあもちろん最初の文脈で右手のリーチ使って左に乗せましょうみたいな話を、要は歌詞にも影響があるじゃないですか。そういったところとかを深くアプローチしていくためにやっぱりリーチもっと磨かなきゃだめだなっていうふうには思ったところから勉強し始めたところがあるんで、
まあ、そのあたり面白いですよね。そうですね、あの下の方に問題がありそうな人、例えばバイオタル PC パターンです、パサ PC パターンですって言っても、結局あのどこかのタイミングで上をやることにはなるじゃないですか、リーチやってると。または上の影響が強いから下にあの茶がそういうことになっているって人もいるから、うんうんうん、って考えたら、じゃあリーチをどういうふうにできあのやれるようになるかってすごい大きなあのポイントになってくると思うんですよね。でそれができないといつまでたってもなんかこう上司とつながりのないテクニックを処方することになってしまう、うんうん、やることになってしまう。で途端上司にアプローチし始めたら、うまい具合下もあの相当し始めてくれるっていう、うんうんうん、なんでパワフルなものですね、リーチングね。リーチングすごいパワフルかなっていうふうに思いますし、最終的に、上司と下肢を、あ、すみません、右手と左手をフリーで使うっていうためには、 そうですね、そこがマネジメントできるからこそ、この手を分離して胸郭ないし分離して操作できるっていう方で、スペースに対して手が広がってくるっていう話につながってくるかなっていうふうに思うんで、そういったことがリーチでは考えられるかな。そうですね、ちょっとこれで、少しリーチングのとかことが整理されてるといいですね。嬉しいと思います。嬉しいと思います。はい。この後なんかちょっとテクニックを見せてくれるとかなんとか。みたいです。では、じゃあそちらに。はい、そちらに。